山口県の飲食店勝手に応援プロジェクト。皆さんこんにちは、マネさんです。イエーイ。いやー、帰ってまいりましたというところで、こちら今日はですね、山口県中南市に来ております。さあ、ここはね、徳山駅というところで僕が生まれ育った町でございますが、今日はね、こちら着いたら一番最初に見つけた食堂でご飯を食べようってずっとね思いながら新幹線で帰ってきました。というところで、一番最初に見つけた食堂がなんとこちら、駅一食堂徳山さんでございます。僕が学生の時はね、1階の方で立ち食いうどんだったんですけども、ここはもう食堂になってんですよね。ということは、座って当時のうどんが食べれる、そんな懐かしい懐かしいうどんを今日はご紹介していきたいと思います。今メニューの方映ってますけどもね、結構ねお値段の方もリーズナブルになってます。それでは皆さん、いってきまーすって閉めるんかい。チャンネル登録よろしくね。はい、こちらがメニューになっております。見てください、結構リーズナブルでいいでしょ、こういうのもね。そして手軽で食べれるのもまたまたいい感じでございます。はい、やってきました、天ぷらうどん430円になります。うわー、もう懐かしいこの天ぷらですよね。本当に今ちょうどね半分使ってるんで、サクサクとじんわりが両方楽しめる存在になっております。うおー、いいね。さあ、それではね、僕は結構ねこうサクサクよりも浸して柔らかくして食べる派。それではね、皆さん、いただきます。あー、めっちゃ懐かしい。なんか高校生の時によく食べてた記憶があるんで、なんかね、いろいろ思い出が戻ってきちゃう感じ。そしてお出汁の方も当時のまんまって感じでしょうね。本当になんか懐かしいなっていう感じ。ああ、これはね、なんか皆さん一度は食べたことあるんじゃないかなと思うので、よかったらね、また食べに来てやってくださいませ。そしてグルメバスターのチャンネルの方もまたまたよろしくお願いします。とりあえずお盆まではね、山口県に滞在します。お盆過ぎたらまた関西に行っちゃいますんで、またよろしくね。というところで、いろいろ食べた後にはここからですよ、お盆までいろんなところをご紹介できればいいななんて思ってます。懐かしいおうどん食べて満足でございました。というところで、マネさんの感想、だしを懐かしむうどんでございます。手軽に食べられるところがめちゃめちゃいいです。おむすびつけたら完璧かも。駅一食堂徳山さん、場所は山口県周南市徳山駅構内にあります。営業時間はご覧の通り、電話 090-1189-7659 まで。最後まで見てくれてありがとう。これからもグルメ情報を発信していきますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。あなたが行ったことある、または行ってみたいお店がありましたら、高評価の方でいいねボタンを押してください。ツイッターでは日々のことをつぶやいております。よかったらこちらの方もフォローしてやってください。そしてあなたのおすすめのお店がありましたら、コメント欄の方に書いてください。いつかスケジュールを合わせて伺ってみたいと思います。子どもの味覚を持つマネさんがお届けいたしました。それでは最後にこれだけは伝えておきたいので、皆さんしっかり聞いておいてください。せーの。